皆様おはよう、永田でございます。今回は前作実は載っていたシリーズ、多分第2弾くらい。まず前作からの変更点、俺が触ってパッと分かったのが、前格闘のシールドタックルが今までは射撃防ぎながら攻撃だったんだけど、今作から敵の弾を受けたら即ガードに移行するようになりました。射撃の後ろ角みたいな感じだね。あとは新武装の格闘 CS、 左胸についてる 30mm 機銃、格闘射撃派生が直に出せるようになったわけだ。それでいてこの技、結構えぐい性能してるんですわ。弾速誘導ともに優秀、ゆえに当てやすい上、強よろけだから後続の高速アシストとの相性が非常によろしい。あとメインとかから世界にすることでダウンも前作より取りやすくなってるし、この武装だけでティーレンのキャラパがググって上がった感じがする。で、前述の通り格闘 CS のよろけからアシストをつなぐのが主な戦い方になるんだけど、まあ、こいつアシストのコマンドがね、まあ、やたらめったら多すぎてよくわかんねえってなっちゃうのよね。まあ、そんな人のためにマキオンではあるんだけど、まあ、アシストのことをそれなりに解説してる動画を出してるので、合わせて見ていただけると嬉しい。右上あたりにリンクを出しておくから。では対戦に参りましょう。状況は向こうの3000が先に落ちて有利ではあるが、まあ、2号1号の組み合わせゆえ1号が先に落ちるわけがないので、まあ元もバウンドドックだからコストオーバーしたらそれこそ逃げられないという状況になるので、ミリでも覚醒しっかり使って延命していく。今の格闘 CS の機銃が当たるんですわ。しかもこれあれだね、あのチャージタイムも短いからずっと巻くぐらいの勢いでいいと思う。まあもちろん格闘 CS にかまけて、まあ、サブとかそこら辺おろそかにしないってのも条件ではあるけど、まあ、それはティーレンに限らず、まあ、ほとんどの各チャー持ちが言えることかな。まあ、さあダブルオーライザーがミリなのでどんどん追い詰めていきましょう。この格闘 CS 右左前後ろと動けるので、まあ、そこら辺も加味して縦横無尽に動いてやりましょうってことですわね。開発が意図してか意図してまいか分かんないけど、高速戦闘仕様のティーレンタオ2らしく動くことができるようになったんじゃないでしょうか。次行きましょう。2試合目、お相手キマリス・ビダールとクシャトリア。オンラインでよく見かけるペアの一つですね。まあ、この時相方がビダールとの対マンは結構得意な方だから、まあ、クシャトリアはちょっと抑えててくださいみたいなオーダーをいただいたので、その通りに動いていきたい。まあ、キマリス・ビダールが赤ロック内だったので援護をしようと思ったら相方にクシャトリアのゲロビがフルヒット してしまった。すいません。まあ、ここから再び片追いの状況を作っていく。あとこいつのね、格闘 CS 便利だなって思ったのが、クシャトリアみたいに横に引っ掛けてくやつに対して前格闘 CS で前に弾幕を張りながら接近できるみたいなゲートもできたんで、おおなるほどなるほどみたいな。さあ横サブやら絶え間なくアシストを送ってってクシャトリアに攻めていく。ここ相方とのクロスでしっかりダウンを取る。まあ、このダメージは低くてもメイン格闘 CS みたいにお手軽に中距離でダウン取れるってのがね、非常にありがたいね。ティエレンのアシスト結構結構弾速が遅いやつばっかだから、まあ、結構正直に弾を打ってくれる横特者も、まあ、決して弾速が速いと言わないから、まあ、中距離で結構メインからのつなぎができなかったりするんだよね。するんだってか、する時があったんだ。まあ、だからそのおかげでこの格闘 CS もう万能も万能よ、ありがとうって感じ。さあ S 覚醒からキャンセルでアシストを出して、ここは高速、まあ、相方がちょっといろいろ鈍速つけられてるので、まあ、早めに高速は切り上げてキマリス・ビダールに向かっていきたい。まあ、ここは格闘 CS 当てるが建物の都合上ダウンしてしまった。しかし再び格チャを当ててダウンに追い込んで、助けに来たクシャトリアこのまま倒していきたい。アラグマギリからギリ追撃が入って、さあここからあがきの見せ所、前角のシールド以降、あとこの格闘 CS はあの格闘 CS 中に格闘にキャンセルできるんですわ。だから今みたいになんか変なあがきしてたなってのは、格闘 CS から前格闘キャンセルを延々とやってただけ。まあ、これだけでなんか地獄みたいなあがきができるんで、ぜひお試しあれ。まあ、でもやりすぎてると、あの向こうの敵から無視されるんで、こいつが一番辛いなって思ったのが放置されることだね。だから気持ちよくあがくぜあがくぜってやってて、相手に無視されてて、まあ、無視されてるの気づかないまま気持ちよくなりっぱなしで、あれ相方めっちゃ片追いされてるやんって状況になってるんで、
そこは気をつけよう。3戦目、お相手バサーゴシャゲ。バサーゴね、苦手なんですよ私。なんとか対策したいんだけど、あまりオンラインにいないってのもあって、結構いろいろと苦労してる機体の一人ですね。さあ試合の実況に参りましょう。まずバサーゴのダウンは取れず、しかし相方がシャゲを減らしてくれてるので、まあ、その後ろからメインとカクチアを駆使してシャゲをダウンに追い込んでいく。まあ、シャゲに関しては、まあ、爆弾しても大丈夫だから最初に減らしてもあまりうまみはないんだが、バサーゴもそれなりに減っているので、まあ、上々でしょう。まあ、このまま状況を有利に進めていきたい。カクチャー流しつつ、このカクチャーのおかげで自衛も兼ねてるっていうのがね、最高だね。格闘 CS 最高だ。あとやっぱりこのゲームね、格闘 CS が強いっていう武装が増えたからね、今まで、まあ、マキブマキオンくらいまで、まあ、格闘 CS 使えなくてもまあ多少はねみたいな風潮はあったけど、まあ、今作はね格闘 CS 使えた方がいいね。配信とかで格闘 CS 使えた方がいいですか、苦手なんですけどっていう声をよく聞くんだけど、頑張った方がいいと薙刀ぶっ刺されて、相方がちょっとまずい状況に陥っているので鈍足外すのも兼ねて、まあ、残り体力9ではあるがバサゴに詰めていく。カクチャーからのメイン折りってのがね純粋に強い。相方が上空で大決戦をしているのでコストオーバーで降ってきたバサゴに格闘 CS をこすりつけて、サブで高速からのアラグマつかみストレートパンチで根性補正でギリ死ぬかと思ったけどそうではなかった。あれが多分一番減るわけではないか、まあ、特にデスコン知ってるわけではないが、上から格闘 CS やらメインを撒いて撃墜されてしまった、まあ、しかし最後に前格闘でガードしてたので覚醒は溜まったっぽい。ここはちょっと迷ったんだよね、まあ、俺の悪い癖が出たかな、シャゲの方行って守っちゃうんだよね。いや一人でバサーゴ行けるかなと思ったけど、まあ、ここは行くべきだったかなと、まあ、常々反省しております。どうしてもね相方を守る癖が抜けないんだよね。ここはシャア専用ゲルググつかみからの放置しつつ詰めつつ相手の格闘に前角を合わせて覚醒を貯めて格闘 CS をこすって、格闘やかましいなこの機体。終了ですね。こすれるの最高だね。これで本日ラストといたしましょう。お相手ダブルオーレジェンド。特にダブルオーは本当追われたら死ぬ未来しか見えないので、まあ、2515だから先落ちもできないしで、あまり近寄りたくないところでアラグマ切りから相方が合わせてくれてダウンを奪えた。いいぞ、まあ、こんな感じでずっとチクチクやるのが低廉ですね。1回1回の火力は低いけどなかなかだらしない被弾だな。まあ、数重ねるみたいな。さあここはリバーサー N サブです。捕獲してからアラグマパンチで放置する。相方と合流しようとするがちょうど相方のバウンドドッグが吹っ飛ばされてたので合流とはならず、まあ、再び後ろから相方の援護をする形になるか。今の格闘シーエス当たったっぽいんだよな。横特写も意外と便利だ。相方の体力がいい感じに削れてきてるのでこちらとしてはノーダメで過ごしていきたいが食らってしまう。だが S 覚醒はしっかり溜まった。これで向こうの WO の M 覚醒をさばけるかどうかは運ゲーがぶっちゃけ入ってしまうのですが、吐かないわけにもいかず、ここは格闘 CS からゲロビ読みで滑空砲で迎撃していく。覚醒技でちゃんとアラグマを回収して、そこからおっと今の横サブはやられた。ダウンを奪われないのが余計にいやらしい。ここ普通に食らっておけばよかった。相方が2回目の覚醒、いや1回目かの覚醒を吐いてそれを支援していきたいが、まだ死ぬのには早すぎる。弾速が遅くてメインからの電磁ネットが繋がらないが、ここは格闘 CS がヒットしたのは見逃さなかった。横特角で掴んでアラグマパンチで倒していく。これでダブルをダウンさせて生状態。レジェンドは小相場なのでレジェンド行きゃいい話なんだけど、なんかダブル行っちゃってんだよな。どうしたんだろう、コスト見えてないのかな。まあ、ここは変にダブルを傷つけず覚醒ためずレジェンドに詰めた方がいいが、なんか結構まさかこいつ気持ちよくなってるのか。いやーよくないな、気持ちよくなるのは。ここで案の定覚醒されて相方の方に行かれてしまう。ここで相方がやられちゃって、でそのまま体力55のティーレンがぶっ殺されるのが、まあ、目に見えてるんだけども、まあ、こうやって反省するのもいいよね。相方がうまかったおかげでなんとかしのいでくれたが、ここはおばひながらも格闘 CS でめちゃめちゃ気まずい仲になりながら横ステップからの滑空砲でフィニッシュ。最後ちょっとガバっちゃったね。以上がティーレンタオ2でした。
とりあえずね、格闘 CS を触っていただきたい。めちゃめちゃ強いから。別にティーレンだけじゃなくても、あの 2on2 的な要素でも非常に強いから、個性もあんま悪くないし、まさかティーレンで押し付けをする日が来るとは思わなんだ。それではご視聴お疲れ様でした。またお会いしましょう。あとこの前の誕生日配信来てくれた人ありがとうね。